皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、グランツーリスモ7の続きをやっていきたいと思います。前回金曜日に配信頑張ろうと思ったんですけど、まさかのアップデートっていうかサーバーメンテナンス終わらなくてできなかったんで、その続きやっていきたいと思います。アジアですね、こちらの方をやっていきましょう。プレゼントか、これですね。じゃあ早速エントリーします。さてシビックもらえるんで頑張っていこうかな。何気に FF ちゃんと走るの初めてかもしれない。よし、待って、行く。前にもインって言いますね。危ない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 、待ってくれ。オッケー、プリウス、あれだな、乗っちゃうね。あ、ごめんなさい。オッケー、あ、ブレーキしっかり入れて曲がっていく。遅いね。オッケー、で、ミアを抜いて、サイドとか引いて滑らせちゃった方が早いのかな。俺はな、どうなんだろう。サイドどこに設定したっけ俺。よいしょ、行く。オッケー、慣れてきたね。 FF は結構あれだな、フロントなんでアンダー気味になるっていうのをね、ブレーキ入れてもアンダーになっちゃうんで。本当のタイヤね、タイヤそこまでだろうけど、あ、うん、よし、ファイナルマップ、なんとかいけんじゃない。よし、トレーキングで、ね、ポジってケツにつきながらな。やっぱ一つになどはいかないね。へへ、ケツをついていく。ほらが、お前も抜いていくぜ。アウトから一気に、ああ、いけなかったな。ああまずい、どうする。プラガは抜きたいね。オッケー、いけるか。ああ、2位か。おっせ、ちょ、悔しいね。まあしょうがないか、ノーマルだしな。まあまあ、シビックゲット、ありがとうございます。あとスイフトか。はい、では次はつくばですね。こちらでスイフトゲットしていきます。オッケー、夕方の走行、つくばサーキットはもう走り慣れております。雨降ってんじゃないこれ、危ない。雨降ってんのは知らなかったわ。ナイス。
FF はそこそこ雨強いんで。危ない、やっぱあれだな、ライン取りだね。ちゃんとしなきゃいけない。反省、ちゃんといくよ。最終コーナーね。よーし、丁寧にいきますよ。ファイナルラップ、ここでちゃんと入れてくる。 OK、 次こそはあのフラガを抜いて、きっちりやっていく。よし、こっちについて。やっていく。あ、オーケー。もう相手も止まるぐらいの勢いでやっていかないとダメですね、やっぱね。お、きっちりブレーキ入れて3速でパーシャル、しっかり曲がっていく。あ、オーケー、ナイス。やっぱ慣れだね。はい、スイフトゲット、ありがとうございます。ではカフェ戻りましょうか。はい、ではカフェに戻ります。はい。またおしゃれだね。コレクション日本の FF スポーツが完成しました。ありがとうございます。おめでとう、3台揃ったね。日本の FF スポーツの完成だ。報酬受け取ったら、今回のコレクションについてぜひ話をさせてくれ。はい、ありがとうございます。どうしたるか。ああ、またあれがうんちくだね。 FF、 つまり前輪駆動の車はステアリング操作と駆動力の伝達がフロントに集中する。その通り、初の仕事を前輪だけで受け持つことになるから、コーナーをきれいに曲がるにはアクセル操作が難しい。そう、アンダーになっちゃうだけど、この後輪駆動のレイアウトにスペースを有効に使えたり。なるほどね、軽く作れるってことだね、前輪駆動ね。多いね。そうね、日本車は有名なんですよ。シビックスタートしたね。確かにインテグラね、ハイパーバー FF、 ハイパー R ね、俺が欲しいタイプ R。 そうね、現在だとスイフト有名ですよね。 OK、クラシックカーを集める。はいはいはい、クラシックカーをチューンしましょうと。なるほど、はい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 。360馬力ではないか。はい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 、了解。これでチューニングを勉強するんだね。了解。はい、じゃあミニクーパーに乗り換えまーす。結構集まってきたね。これだね。はい。で、チューニングショップ。これだ。で、360以上か。コンフォートハード。スポーツミディアムだな。OK、 これで363か。OK、まあ、結構いいんじゃない。はい、じゃあカフェ戻ります。課題の達成おめでとう。チューニングは難しかったかな。そうね、たくさんあるんで、好みでね、本当にやっていくのもあり。はいと、ワールドサーキットのコースがオープンしました。アルザス。お、イタリアも来たね。はいと、もしかしたらじゃあこのミニクーパーを使っていくのかな。
はい。ホットハッチバック。ホットなハッチバック。なるほど。うん。じゃあまた、こちら集めていきましょうか。さて、次はこちらでございますね。オッケー。じゃあミニクーパーをゲットしていきましょうか。これを3台取れればいいと。ああ、暴るといいじゃない。さてん、あークーパーいるね。クーパー、よし。ああ、アルファロメオじゃない。オッケー。いやー、いいね、楽しい。インカワを、あ、シトロエンか。シトロエンといえばデシーボだね。よし、行く。3周なんで、ちょっと安全に行っちゃいましょうか。あー危ない。ナイス。はい、と、いただき。FF の車にも慣れてきましたね。うまい具合にアドバンテージを得るようになってきましたよ。はい、いいね。あー気持ちいい。危ない。はーいと、はーい、残りラストですね。ファイナルラップ。まあ、安全にいっちゃいましょうかね。いや、ちょっとやっぱ間違うね。ダメだな。回数をやっぱ重ねてないので、この辺のシビアさ加減がやっぱ少ないですね、私ね。練習。はい、オッケー、いいね。はーいと、オッケーじゃない。お疲れ。クーパーゲット。で、お次はフランス。はい、3位以上でアバルトの500をゲット。いきますよ。ナイトレース。まずコースをね、覚えなきゃいけないわけですよ、私。ごめんなさい。ちょっとラフファイトに。ちゃいましたけども、危ない。行く。はいと、すごいね。あぶな。オッケー。さて、オッケー。なるほどね。大体覚えた。パーシャルで行く。受けて、踏む。
OK。 でここでコークスクリューの逆みたいなのがあるんだよね。あ、OK。 でここもリップ取ってペダル、はい。まあ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 、ショートコースですね、やっぱね。ラストかな。よーし。オッケー。余裕のよっちゃんじゃないの。登る。登る。へへへ、よし、いけ。一人旅だね。足こじる。ナイス。はい、お疲れ。はい、シロッコゲット。シロッコじゃない、アバルトだ。アバルトゲット、ありがとうございます。はい、では、お次はラストのイタリアでございます。で、もう一回シロッコが。いや、これクリアしましたら休憩しましょうかね。オッケー。あー、綺麗。綺麗だね、イタリア。これは何山脈なんでしょうね、イタリアの。あー、いいねー。ランチアストラトス、デルタか、ごめん、ミスった。思いっきりランチアのデルタなんていいねー。かっこいいよねー、ランチア。インから行く。はい、プジョーも抜く。あ、ごめんなさい。当てちゃいました。よいしょ。さてん。ブレーキを入れて。曲がる。オーし。きっちり入れて。これはまずい。これはまずい。よいしょ。スピンはしなかったけど。いやー、このあれだねー。ブレーキングの、このポイントっていうのかな。100% 信用しちゃダメですね、これね。ライセンスの時もそうでしたけど、100% 信用すると危ない。横のところにもマップって表示されてたんだね、そういえば。気づかなかったわ。 OK、 こっち見た方が見やすいかもしれないね、下のとこね。 OK、 いいね。
ここは直角。若干のパーシャル。OK。で、ブレーキ。入れる。OK。OK。はい、いいんじゃない？エンドない。余裕ですね。皆さん、余裕ですよ。お疲れ。はい、シロッコ、あ、シロッコじゃねえ、ポロだ。ゲット。ありがとうございます。なんで毎回シロッコって言っちゃうの？自分が乗ってるのがシロッコなんだよね。はい、お疲れちゃん。オットハッチ完成。ありがとうございます。はい。お、スケープ。これ写真撮れんじゃない？もしかしたら。ヨーロッパのホットハッチ。いわゆるホットハッチとは。ああ、そうね。スポーツカーが多いもんね、ゴルフ。確かに。ああ、未だにいますよね。懐かしい。クーパーね。初代クーパーだね、これね。新しいミニクーパー、BMW ですからね、皆さん。はい、当時は新しいメニューを。まあ、GT オートに行けと。転写ね。はい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 。ああ、なるほどね。転写ね。はい。洗車をね、次からしていきましょうか。はい、スケープ。写真撮るところかな、スケープ。GT オート。はい、ということで、次は、あれですね、写真撮るとこと、洗車、外見、まあ、カスタムって多分できるんだと思います。そちらの方もね、やりながら、引き続き、楽しんでいきたいと思いますんで、皆さんもぜひ楽しみにしておいてください。はい、それでは、皆さん、また次のグランツーリスモでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。